はい、小泉一馬です。おはようございます。今日はね、こちらですね、あの長野県庁、こちらに映ってますけれども、県庁前で堂々街頭演説をやらせていただきました、長野市議会議員の小泉一馬です。で、皆さんね、ここ3日間ね、信濃前新聞見てくれましたか。またですよ、またまた林務部長と長野県庁の不祥事がね、これでもかってぐらいに連日書かれちゃってまして、まあ本当にね、反省しねえんだなと思いながら見てましたけれども、台北森林組合補助金不正事件とね、全く構図が似てますよね。舞台となったのは北厚見地方事務所林務部です。これで嘘の書類書いてね、公金を支出してしまいました。今度の件はね、間伐の、組合に、間伐の取りまとめをやったということで交付金を渡しましたっていうんですけども、それがなんか日付嘘ついたり、なんか署名嘘ついたり、なんかハンコも嘘ついたりだとか、もうね、ポロポロ出てきまして、どこまで新米はねと思ってんだっていう感じですけれども、だけどね、これ内部告発でね出てきたネタらしいんですよね。台北森林組合もね、内部でおかしいじゃないかっていう話が最初に出てきたということで、そういうね、事情作業はね、その底辺の方、底辺って言っちゃいけないかな、その現場とかね、まあ、ピラミッドの底辺ですよ、言ってみればね、そういったところではきちんとした方はいらっしゃるんだと思う。いらっしゃるんだけど、そのね、扱いが上に行くとまずいよねってことですよね。今回もこんなもんね、もう懸命にこんな件もありました。皆さんごめんなさい。こうやってね、回復、信頼回復に努めていきますから、再発防止策取り組んでいきますからってことを自分から言えばいいのに、新米にスクープされちゃってさ、これで未だに何のコメントも申し開きもねないでしょ。それじゃダメでしょうっていうことですよね。何を台北森林組合の件から学んだのか、教訓としたのか、未だに反省もしていないし、教訓としようともしていない。コンプライアンスはどうなったってところですよね。でね、小泉一馬ね、このね、内部告発っていうのがね、そんなに有効に機能しているっていうふうには、ね、正直思ってなかったんだけど、こんなね、大きな件も内部告発でね、出てきてるんだって分かったんで、これね、全部情報公開請求してみようと思いますよ。過去5年間分は取ってあるでしょうからね。だってね、まだ他にもあるんだろうよ、県庁って。絶対県民を思ってるよね。小泉一馬も思い出したよ、まだ他にもあるんでしょって。他にあるかどうか、住民情報公開請求してみたいと思います。もうその結果についてはね、また皆様にお知らせする機会もあるかもしれません。今後に注目です。ありがとうございました。